皆さんこんにちは、ツコミゴードです。皆さんさ、携帯はどこの携帯使ってる？その端末、ソニー、 iPhone、 それかサムサン、それかフォアウェイ、それか違うのブランド。皆さんの携帯どこの携帯使ってるんですか？そしてもうすぐ携帯を買い替える人がいますか？次の携帯はですね、どうしますか？皆さん、この会社聞いたことありますか？エスカバーインコーポレイテッドという会社あるんですけど、この会社は最新の技術を作って素晴らしい携帯を作ってますよ。じゃあなんでこの聞いたことない会社がサムサンとアップルとフォアウェイみたいな同じぐらいの技術が入った携帯こんなに安く作れてるんでしょう？ちょっと探ってみませんか？この謎の会社つかめごとだよ。皆さん、このエスコバーインコーポレイテッドという会社はね、エスコバーっていう言葉聞いたことないですか？パブロ・エスコバー、パブロ・エスコバー聞いたことないですか？パブロ・エスコバーは80年代と90年代の麻薬王国のトップだった。麻薬を多分メキシコとかでコロンビアとかで作って、アメリカとか世界中に麻薬ドラッグを販売していた人なんだけど、1990年に死んじゃったんですけど、彼は死んだ時の財産、何十年で稼いだお金の金額いくらだと思う？答えは60、まあ今の日本円にすると60億じゃなくて60兆円、ゼロがたくさんあるやつ、60億円じゃなくて60兆円。もう島たくさん買えるぐらい、もう小さい国の全財産を超えるぐらいお金稼いでた。そしてパブロ・エスカバー、多分一番稼いでる時期、そのドラッグ王国が一番稼いでる時期は1日多分100円ぐらいの金額稼いでた、今の日本円にすると。それぐらい、80億ぐらいが、180億か、もう100億ぐらいの金額、1日の売り上げ。麻薬は恐ろしいです。まあ、言うまでもないと思うんだけど、パブロ・エスカバーは、市場の中で一番お金稼いだ犯罪者。だから、まあ、すごい人ではなくて、恐ろしい人でした。93年にもういなくなって、だから、このエスカバーっていう会社は、何なの？あのね、パブロのお兄ちゃんが作った会社なんだ。エスカバーインコーポレイテッドはお兄ちゃんが作った会社で、今でもやってる。で、その会社は数十年前からいろんな多分企業に挑戦してるんだけど、最近6ヶ月前ぐらいからスマホの世界に入ろうとしてる。素晴らしいスマホを作って販売してる。で、6ヶ月前に一番最初に販売されたのはエスカバーフォールド1。そうですよ、6ヶ月前にまだそういう画面が曲がる技術まだ新しい方で、そのサムサンフォールド、なんかサムサンの曲がる携帯欲しかったらめっちゃ高いよ。今でも高いんだけど、でもその値段はなんと US ドルで340ドルで売ってた。で、なんでこんな最新の技術、もう曲がる携帯、画面が曲がる携帯、なんでこんなに安く売れたっていうのは謎で。でもそれで YouTuber がネットで買って届いたら、エスカバーフォールド1はただ中国の携帯だった。中国の携帯をそのまま金色のシール貼って販売しとっただけ。ロイヤルフレクシーパイという曲がる、まあ、タブレットって言った方が、タブレットだったか、タブレットぐらいの大きい端末なんだけど、シール貼って本体の半額ぐらいで売ってた。もう謎すぎるやろ、なんでこんな半額で売れる。そもそも自分の会社が作った携帯じゃないし、なんか安く手に入ったとしてもさ、半額で売れなくない？謎が多かったんです。この時最初に結構みんな思ったのは、これは単なる闇の世界で稼いだお金を、利益を隠すために作られた会社だと思われた。どうでしょうね、どうでしょうね。その後にエスカバーフォールド2が販売されたんだけど、もう見た瞬間にわかる、これはサムサンフォールド。もう完全にサムサンの携帯販売してる。
そしてこれまたアメリカドルで多分1800ドルぐらい、1800ドル以上するあのサムサムの端末はそのエスカバーフォールド2、同じ携帯なんだけどシールが貼ってあるだけの携帯は399ドル半額以上になってる。これでさすがにみんな疑問を抱いてた怪しすぎる。でも確かにその YouTuber はあのネットで買ってみたらちゃんと届いてたから、その携帯届いて開けてみたらもう確かにサムサンの携帯そのままなんだけど、あの画面にはパブロ・エスカバーの写真が貼っついとって、で後ろに金色のシールが貼ってある。でなんでこんなに安く売れるエスコバーという会社に聞いてみたらこう言ってました。サムサンからそういう故障してるとか傷ついてるとか、なんか水がちょっと漏れてあの売り物にならない端末だけめっちゃ安く買ってちょっと直してあの販売してるだけなんですよって言ってました。でもそれにしてもなんか値段としては安すぎる安すぎる。だってまずそういう壊れた端末買うじゃん、そして直す作業もうお金かかるし、世界中に配達するもお金かかるし、なんかまだ怪しいんだよね。本当にそれなのか、すごく怪しかった。それでもやっぱ怪しいなってみんな思っていて、でもすぐにあの答え分かった。この会社は単なる詐欺してる、そういう多分そういう麻薬の販売でその利益を隠そうとしてるとか多分そういうのじゃなくて、単なる詐欺の会社。有名な YouTuber は別の名前で注文すると来ないんだよ携帯が。有名な人とかそういう機械のレビューとかする人たちは必ず届くんだけど、それ以外普通の人、例えば売れてないゴードが注文したら絶対来ないわけ。 Facebook とか見ると結構みんな文句言ってますよ、なんか買ったんだけど全然来ない、だから単なるの詐欺。でもこれで私思ったんだけど、皆さんちょっと買おうと思ってる人がいれば、あの自分の名前じゃなくて有名人の名前を使えばちゃんと届くかもしれないよめっちゃ安くあのサムサンの新しい携帯とか手に入るかもしれないよ。多分だから1000人が注文して1000人分のお金もらってもう携帯送れない、でその中の5人10人とかの YouTuber とか有名人だけに携帯送ってそれで稼いずると思います。それでもまた新しいのが来た、エスカバーゴールド11 Pro なんだと思うの、なんだと思う。そう、 iPhone、 新しい iPhone に後ろに金色のシールが貼ってある。でも今回はなんか今回は24金がちゃんと塗ってあるってそのサイトに書いてあったけど、あれは本当かもしれない。なんか24金はなんか塗るのは結構安いらしいよ、1万弱でできるらしいんだけど、そしてアメリカで1000ドルぐらいする iPhone が499円で買えるなんだけど、届かないんですね、家に来ないよね。もちろん YouTuber みんなにそういう頼んでなくてもあの家に届いた、そういう前の注文で多分住所分かってるから、そういうエスコバの会社はあもうレビューしてほしいから送ったんだけど、 YouTuber は全員揃ってあのこの携帯を買うなって言いました。届かないからね、家に来ないからね。でもね、有名な YouTuber の名前をちょっと注文するときに入れとけば来るかもしれないけど、あ何も私は保証できません。そして今回の iPhone の、あ、iPhone じゃなくて、エスカバーゴールド11 Pro。あの今回はなんか綺麗な箱に入って、その中に紙1枚に、そういう、もっとその端末にどんなダメージがあった、そしてどこ直したなのかって、あの紙1枚にあの書いてあるんだけど、それ本当かどうかわからないし、いろいろ怪しいからもう信用できないね。もう謎が多い会社なんですね。なんかパブロ・エスカバの実際のお兄ちゃんがやってるっていうのもすごいし、なんか会社の中にももっと殺し屋、パブロ・エスカバのもっと殺し屋だから絶対何もね、絶対仕事してる殺し屋として、彼もね会社で働いてるんだけど殺し屋はなんで捕まってないかわからないけど、いろいろ謎が多いそして今 Netflix のドラマであのナーコス、
パブロ・エスカバーの人生についてのドラマやってるんだけど、今それが話題になってることをちょっと利用して、あのエスカバー・インコーポレーテッドという会社はちょっと稼ごうとしてるだけかもしれないね。まあどっちにしても実際その会社は技術は作ってない、何も作ってない、本当に違う会社の携帯そのまま安く取って安く売ろうとしてる。どれぐらい稼いでるか分かんないけど、それはまあ何人が注文したかによりだよね。で今もこの詐欺だっていうことバレた時点でもう売れないと思うんだけどね。どうでしょうか皆さん。あとこの会社の CM もなんか YouTube に上がってるけど、すごく変、なんかビキニ着た女の子たちがあのサムさんの携帯ぶっ壊したりとかして、あの Rest in Peace サムさん、 RIP ってわかる？みんな RIP はなんかもともと安らかに眠れみたいな、あの人が死ぬ時の言葉なんだけど、今はさ相手が自分の相手が負けちゃった時に RIP みたいな、あの風に使われてる今、なんか俺の勝ちみたいな使い方今があって、 Rest in Peace サムさん、なんかサムさんを倒すぞみたいな、サムさんはもう終わりだみたいな、なんか CM も流してたし、あのそのサイトも作ってた、 RIP サムさんっていうサイトもあったんだけど、いやサムソンの携帯に頼ってるからねサムソンの携帯がないと商品がなくなるから、なんか何がしたいなのかわからない。だからみんな気をつけてください。あんまり安い携帯もちょっと必ず何かがある最新の携帯半額では多分買えないんですね。と言っても皆さん新しい携帯買いたいと思ってる人がいればぜひさ、1年前とか2年前の携帯はさ、今の携帯の技術はそこまで変わらない。1年前のサムサンとか iPhone とか全然よくできてるから、半額ぐらいでめっちゃいい携帯欲しかったらもう1年遅らせて生きていければいいじゃんだって1年前のサムサンのカメラもすごくいいし、あのそこまで最新を買う必要はない。今日の動画はこんな感じで、また遊ぼうね。じゃあねー。